りあえず休憩にしない、窓を開けていいかな。あー、いい天気。あ、大西、さっき遊んでる？そっか、俺もそうそう、勉強ばっかだよ。いや、いくら試験が近いとはいえさ、さすがにストレスたまるよな。ああ、OL さんに白いワイシャツ着せてバケツで水かけてえな。吉住さんこっち側だぞ。いかん吉住だよ。
予定、予報外すだろ。スケブラ目的だよ、俺。よーく思い出してみろ、あのぶっとい眉毛。性欲の塊だろ、どう考えたら。ちょっと待って。お前、スケブラ目的じゃないってことは、まさか。お天気キャスターになったら、正確な予報をお茶の間に垂れ流す気か。考え直せ。な、考え直せ。な、邪魔で仕方ない。考え直せ。な。いや、お前がなれるかどうかは分かんないよ。でも万が一なった場合に邪魔で仕方ないだろ。話し合えば分かるよ。な。お前が好きな空も、俺が好きなブラも、同じ突き抜けるような水色だろ。感性は似てるんだ。な。話し合えば分かる。な。聞く耳持たずか。いや、言われなくても帰るよ。これから、お前と俺は敵同士だ。どっちがお天気キャスターになれるのか勝負だ。じゃあな。最後に一つよろしく。お前みたいな理由のやつに負ける気がしない。ただお前の方がルックスも頭もいいから多分負ける。それが悔しい。